ヘンリエッテ・ゾンタークはドイツのソプラノ歌手。完美な性質と叙情的な歌声で明るい歌を華やかに歌って国際的な名声を博した。ゾンタークはラインランドのコブレンツでゲルトルーデ・バルプルギス・ゾンタークとして生まれた。彼女は15歳でデビューを飾った。1823年のライプツヒで彼女はウェーバーのマダンの伊テを歌い。 同年12月には同じクウェーバーのオイリアンテにおいて初演のタイトルロールを務めた。彼女は一気に成功し、1824年にはベルリンのケにニヒスシュタット一種劇場へと赴いた。ゾンタークは1824年5月7日にはベートーベンの公共曲第9番とミサ・ソレムニスの初演のソリストとして招かれている。この時彼女は18歳であった。 2年後の1826年、彼女はロッシーニのセビリアの理髪師のロジーナ役を歌った。ここでの彼女は愛らしい性格と高速のコロラトゥーラの技術により大成功を収め、それは当時君臨していた歌姫アンジェリカ・カタラーニオもしのぐほどであった。1827年、彼女はパリのイタリア歌劇場と契約し、翌年カルロロッシ博釈と結婚した。 その後の彼女はヨーロッパ中のあらゆる音楽の中心都市で公演を行い、1852年にはアメリカへも足を運んでいる。他にはバイオリニストのカミラ・ウルソと共演した演奏会もある。ゾンタークは1854年5月17日にメキシコシティのイタリアオペラに雇われ、フランシスコ・ゴンサレス・ボカネグラ作詞のメキシコ国歌に初めて歌をつけた。 一ヶ月後、彼女はコレラに感染し、48歳でこの世を去った。彼女の最後の公演は、死の14日前、ロッシーニのオテロのデズデモーナ役であった。彼女はドイツの聖マリエンタール寺院に眠っている。注釈役中、1824年8月4日、会場、ベルリン、アレクサンダー広場にある劇場。役中、当時のパリには、イタリア歌劇場。 イタリア喜劇と名のつく劇場や工業団体が複数存在し演劇やオペラを上演していた。役中、1842年生まれ、フランスのバイオリニスト。パリ音楽院で学んだ後、アメリカに渡って演奏活動を行いながら暮らした。役中、1824年生まれ、メキシコの詩人。役中、現行のメキシコ国家は、ゾンタークの作曲ではない。 初演の以下。役中、1816年初演、三幕形式のオペラ。ベルディの同名の作品よりは、悲惨さが和らげられている。役中、ザクセン州、ウェルサティアの首都会の修道院。ウィキソースには、ユニバーシティムシカルエンサイクロペディア、グレートボーカリスト、ヘンリエッテ・ソンタグの原文があります。ウィキメディアコモンズには、 ヘンリエッテ・ソンタークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。